Let's go party party all night. Oh oh, and many many good times. Oh oh, 不愿被当宠物，宁愿变成怪物。Oh oh oh. 大橋トリオです。どうもこんにちは。擅长多种乐器，以单纯朴实的原音演奏，加上轻柔自在的歌声，大乔三重唱深受许多乐迷喜爱。虽然名字有着三重唱三个字，但其实只有一个人，也更让人好奇他的音乐是不是真的有着三重奏般的丰富性。不靠华丽的包装，大乔三重唱却能够用音乐让你感受一层又一层的丰富感。而迷人的他也将参与台湾一年一度的音乐盛会超犀利趴，虽然是首次来台演出，不过大乔其实之前就曾来台湾欣赏过苏打绿的演唱会。台湾でステージに立つのは実は2度目で、ソーダグリーンのライブに呼んでもらった時に1曲弾いたことはあったんですけど。なのでなんかこう雰囲気っていうのは分かってるつもりなんですけど、ただまあ大橋トリオとして、まあ、個人として、ステージに立つのは、正真正銘初めてなので、本当にどうなるんでしょうねっていう感じですかね。まあ、ちょっと本当やってみないとわからない、まあ、どれぐらいのお客さんにこう求めてもらってるのかっていうのもそうだし、そのハードルがどれぐらいのものなのかっていうのもそうだし、っていう感じでしょうか。趁着上次来台的空档，大乔三重唱也不忘到处走走逛逛喽。9分行きました。9分行きました。商店街で臭豆腐の匂いがすごく充満してて、そこは鼻をつまんで通りましたっていうのは、虽然被臭豆腐的味道给吓到，但却没有减少大乔三重唱对于台湾的喜爱。趁着这次采访的机会，他也特别准备了礼物要送给粉丝朋友啦。今回のツアーの T シャツ。想要得到大乔三重唱的签名 T 恤，就别忘了锁定玩鱼和犀利趴的粉丝专页。礼尚往来的我们，也特别准备了有着谐音关系的荞麦海苔薄饼送给他。而回归到音乐本身，大乔相当期待在超犀利趴的舞台好好展现喽。我是Tolio です。スーパースリッパも初めてだし、海外公演というのも、初めてになります。ね、その今までずっとその海外ではどういう反応を得られるんだろう、お客さんの反応をどういう風な感じに得られるんだろうっていうのを、まあ、ずっと気になっていたというか、まあ、試してみたかったというか、まあ、その海外発信というのをどんどんしていきたいなとこれから思っていたところで、いい機会をもらって、嬉しいです、まあ、とにかく大橋トリオっていうのはこういう人だよっていうセットリスト、にしたいなと思ってます、楽しんでいただければ、嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。想要亲身感受大乔三重唱的 Live 魅力，那么就别错过7月29日还在 Star Stage 的精彩演出，保证你一听就会跟着上瘾啦。大家好，我是大乔三重唱。我们七里八切。